母ンと一発。ドロンボーは、1996年11月29日に、バンプレストが発売した、プレイステーション用の縦スクロール型、シューティングゲームである。ヤッターマンの三悪、ドロンボー一味を操り、歴代シリーズの悪玉メカを使って、善玉たちに戦いを挑むシューティングゲーム。本作に登場する悪玉メカは、外装はそのままだが、中身は、 最新メカに改造してあるという設定。プロデューサーの大山誉店によると、竜のコプロダクションとゲームを作りたいと思い、同社にタイムボカンシリーズでシューティングゲームを作りたいという話を持ち込んだことがきっかけであるという。1997年9月25日には追加要素を加えたセガサター飲食版、ボカンと一発、ドロンボー完璧版が発売された。 ドロンジョ、ボヤッキー、トンズラーのドロンボ一味は、自分たちこそが、シリーズ最強の三悪であることを証明するために、歴代善玉に挑戦状を叩きつけた。タイムボカン及び、善玉以降の歴代悪玉メカに加え、新開発の専用マシンを引っ提げて出撃する、ドロンボー。今まではほぼ必ず負けてきた彼らだが、果たして善玉全員を倒すことができるのか 十字キーで操作。2P プレイを行うと 1P がドロンジョ、2P がボヤッキーとトンズラーに分かれる。アイテム、ドクロストーンを取ると、ドクロカウンターが溜まっていき、99になると、巨大メカに変身。カウンターが0に戻るまでの間、無敵になって、巨体を生かして、広範囲に攻撃できる。 ドクロ爆弾装着中に被弾すると引火し、シールドエネルギーがいくら残っていても爆発して、チャリンコになる。時期はステージごとに選択する。一度選択した機体は次のステージでは整備中となり、連続して選ぶことはできない。なお、選択画面 BGM は、タイムボカン、ED テーマ、それゆけガイコッツのインストゥルメンタル。ドロンボー一味の顔がモチーフ。 以下のメカは3面クリア後より使用可能。敵キャラクターはすべて歴代の全玉メカとゾロメカになっており、特定のメカが中ボスよびボスキャラクターとなる。本作オリジナルメカにして、最終ボスでもある超巨大メカで、歴代全玉の力が結集している。ウミガメを模した、胴体部中央にタツノコプロの看板である、タツノオトシゴ型ロボットをいただいたデザイン。 甲羅はルーレット式になっていて全部に目がある。戦闘開始直後にルーレットが作動し、歴代の善玉サポートロボットの巨大版のどれかをランダムに出して攻撃してくる。その攻撃が終わると、引っ込めていた亀の頭部と手足を伸ばし、多数の弾幕を張って最後の攻撃をしてくる。タイム母艦を倒すとエンディングとなる。ありがとうございます。